ません。一駅だけね、進んで、一駅上の駅やってきましたけどね。まあ、ここなんかは分かりやすいですよね。もうあからさまに横に、気象の絵とかあるんですよ。まあ、普通に京都の絵とか、一駅とっていう感じのね、スペースがあると、あるなんか分かりやすいですけど、結構ここで降りてかれる、お客さん多いですね。結構情報が激しかったんで、あ、意外とおるんやってて、見てみました。森の町の南側ですね。これの北の端っこのところにね、さっきありましたけど、だからそんなにここは駅関係には離れてはないんですけど、歩いていこうと思うとちょっと大変っていう感じかな。で、伊勢上野からね、ですか。さあ、じゃあね、伊勢上野から何をしようかっていうとね、この近くにね、ちょっと似たような名前の駅があるわけでございますよ。近鉄の駅でね、小四つ上の駅ってあるね。あ、ちなみに伊勢上野のこれですね。本当はね、ここから伊賀上の駅に行くっていう動画でも撮ろうかなと思ってたんですけど、まあ言うてね、まあまあ撮るの大変なんで。もしかしたら伊賀上の通から伊賀上の夜かもしれないけど、そんな体力は残っていない可能性が高いんで、ね、普通に行こう。こんな感じで伊勢上野駅ね、意外とわーっと降りてはれる方も多かったんだれなんですけど、こっからね、そう、三重県にはね、上野ってつく駅が意外とあって、この伊勢上野駅と、ここに乗ってるかな、乗ってないね、このね、伊勢上野駅から、ちょっと先、千里の海沿いと南の方行ったところに、豊津上野駅っていうのがあって、で、別途、伊賀市にね、伊賀上野駅っていうのがあるということで、実はね、上野と津久井駅が結構あるんで、その、中の2つですね、伊勢上野駅からね、豊津上野をね、行ってみようやないかというわけでございますね。豊津上野は久しぶりだな、15年ぶりくらいじゃないかな、行くの。あ、もっと経ってるか。20年ぐらい経ってるのか。経ってるな。最初学生時代何回か行くことがあるんだけどな。ちょいちょい行ってたんだけど、なぜか。よいしょ。いつだった方が早いね。こんな感じでって言っても見えねえか。伊勢上野にいるわけですけどね。ちょっと南、ちょっと離れてるんですよね。なんだ、千里駅の方が近いんですよね。真横でストーンと行ってるので、千里の方が近い。全然近いんですけど、まあ、名前が似てるのはこの豊洲上野駅ってことで、ね、この豊洲上野までね、ちょっと歩いてみようじゃないか、駅間散歩でもやってみようというわけでございますね。うん、分かってる。千里の方のが楽なんだ。分かってんだよ。分かってんだけどね、やっぱね、企画的にはね、豊洲上野に行った方がいいっしょ。うん、ということでね、行ってみようと思います。もうね、皆さん、目的地に向かって、どこに行く人が多いんだろうね、こっからあの料理する人は。意外と利用客が多くてびっくりした。この辺駐輪場なんだ。駐輪場、まあ、でも一応屋根代わりになってますもんね。なんやかね、ここはスロープやから、あ、まあでもそこは階段あるか。そこは階段あるから、バリアフリーではないもんね。伊勢鉄道は基本的にバリアフリーではないですからね。で、曲がって、裏道にちょっと抜けたら、行きやすそうかな。渡っていきましょうか。こんな感じで、一応、口の、あ、場所は通ですね。ここはもう完全通になってるはずですけど、そこの案内も出てるんですね。逆に言うとこれぐらいしかないから、伊勢上野かな。一応あんなとこにあるんだ。さあ、じゃあ豊洲上野に向かって歩いていきましょう。いやー、まあまあバカバカしい距離ですからね。さすがに、さっきのところでもだいぶ歩いてるんで、歩き疲れもあるんで、普通まで行って、なんだ、豊洲上野からね、
スタートするっていうのを手も考えたんですけどね。あと何かしら何か理由をつけて間違えちゃったシリーズにしようとかね、ドイツ上の駅と伊勢上の駅を間違えちゃったとかにしようと思ったんですけど、うん、もう特に思いつきもしないうちにドイツ上の駅に着いちゃったんで、じゃあもう普通に駅間散歩にしようと。いいよ、だって理由考える必要もねえさ別に、うちのね企画に、あ、桜咲いてる、あら綺麗、いいじゃないですか。あ、もう桜咲く、もう早いよね。なんならちょっと葉っぱ出てるもんね。これ山桜か、だからソメイヨシノではないんでしょうね。へえ、早いね。まあまあそろそろ桜の時期にはかかってくる時期ではあるんですけどね。といってもね、伊勢上の駅の駅前もね、まあそっち側に住宅地があったりするので、一応そっちの方の需要があるのかな。こんな感じで郡山で、ああ三重とかあっちの方に行ってですけどね、バイパスにぶつかるのかな、このままどんどん行くと。だからあったりしますけど、まあ、こっち交通上の違う人はそういないだろうな。うん、いないだろうな。ちなみにここは伊勢上の公園だっていうね。伊賀上野と伊勢上野がありますからね。うん、ここは田中川なんだ。へー、初めて聞いた。どこでも分かったらいいんだろうな。全然、正直、皆目見当がつかないよ。まあ、こっちの方に向かってきゃいいっていうのは分かってる。逆に言うと、それしか分かってない。ああ、意外と水位あるね、今日。あ、そっか、昨日は雨か。降ってたもんな。あら。なんか、カモ泳いでる。あ、見える？もう泳いでる。水位があるからちょっと荒れ気味ですけどね、まあまあまあ水鳥ですからね、なんてことはない。あっちはもう完全に流されてますもんね。逆行する気力全く持ってないですもんね、あのカモ、うん、あ、もう川の流れに身を任せるぞ俺はって感じのね、私の中で感じられますね。最初さっきのつがいは頑張って反対側に、上場の方に向かおうと頑張るのが、ほぼ全員の中一羽だけ、あんただけ、あ、いい感じ、おいおい、いい感じ離れたなって思ったんですよね。こう接触しましたね。あ、しゃあねえな、向こう行くの、しゃあねえな、離れるとねちょっと危ねえって言ったら、しゃあねえか、行くかっていう感じのね、しゃあねえなって感じのね、顔に見えたこともないですけど、まあ頑張って泳いでもらいましょう、うん、まあ頑張るほどそんなに波が激しいわけでもないですかね、この辺りいいとは思いますけど。さあここ曲がった方がいいのか、いや、これは集落の方に入っていくかダメか、どう行ったらいいんだろうな、全然わかんねえ。今日はね、もう調べながら行きますから、いつもみたいにね、歩いてやつくさってやってもいいんだけど、まあまあ距離がありますしね。